皆さん、こんにちは。今日は2024年10月27日日曜日です。今日のテーマは、中国では17人の子供誘拐した女の人に死刑判決出ました。ただしですね、ちょっと問題が多いんです。うん、これについて話をします。 まだですね、香港は結構大変です。最近ですね、不正、留学の問題が多いんです。例えば、学歴の偽造、成績、証明書の偽造、結構あります。でもですね、今回は、国家、資格の偽造です。例えば、電気工事士です。そして、スターバックスですね。 中国での授業、とても大変です。大幅減少です。えー、情報が多いので、少しずつ話をしたいと思います。1、10月24日、台湾の検察庁は発表しました。台湾空軍の夫婦、孫と劉、賭博して負けたんです。でも、誘惑されました。 中国軍のスパイとして活動しました。孫は旦那さんです。空軍の中国です。タコな借金をしてトバ、えー、しました2020。2016年、中国軍のスパイ組織に入ったんです。台湾国防省の情報を提供しました。奥さんは空軍の将校です。旦那さんが スパイだと分かって指示したし同じ組織に入ったんです。台湾軍の軍事演習、訓練に関する情報を収集して中国に提供しました。まだ奥さんは空軍の高級ポジションに声をかけていたんです。組織に入ったら利益ありますよと誘惑しました。2018年二人は逮捕されました。 孫旦那さんの場合は有罪判決です。期間はですね、19年間と6ヶ月間です。劉さんは奥さんです。懲役は20年間と6ヶ月間です。この夫婦ですね、大変です。次です。に、台湾の、えー、カ・ブンケツさんですね。今ですね、まだ、まあ、監禁と言いますが、身柄確保の状態です。外科の医者さん。 政治家、台湾民主党の主席、元台北の市長でした。現在、身柄確保されて50日間となりました。ただし、身柄確保については、また延期になりそうです。ものすごい多くのお金ですね、受け取っていたというふうに判明されました。証拠はありますが、でも、この加算さんは認めていません。しかし、 カさの秘書さん、ユウさんですね。カさがミラ確保される前に日本にいたんですよ。現在、台湾の警察署は対策を考えています。ユウさんのお父さんですね、言いました。最近会ったのは半年前です。あんまり連絡しません。というふうに話をしました。台湾のメディアが報道しました。最近大阪の西大区で 見かけた人がいるという情報はあります。ユエさんの場合はですね、この母さんの裏金について協力した可能性はあると言われています。次です。3。香港はですね、大陸人が結構多くなってきました。まあ、学歴の技術の問題、論文の問題、卒業証書の問題、設計書の技術の問題、 結構あります。例えば、香港の大学に入学しました。でも先生はおかしいと思うんですよ。英語のレベルは上手ではないですし、ちょっと学歴ですね、学力はちょっと低すぎるとなってくるんですよ。これで調査したらバレました。もう200人ぐらいですね、いるんですよ。またですね、現在はまた情報が出てきました。校歌、私学の 本国の,の汚職腐敗の調査機構、連政交渉、公表しました。大陸人148名逮捕しました。原因はですね、大陸人は資格証を偽造しました。電気工事士、油圧ショベルの操縦士、クレーンの操縦士、自動車の整備士、 溶接資格とかですね、7度あります。本国の法律は厳しいんですよ。例えば、油圧シュベルの操縦士となるとですね、50日間の訓練を受けます。電気工事士の場合は、国家試験を合格してから5年間の経験の勤務必要です。それから独立していいんですよ。 ただしですね、問題あるんですよ。資格証ですね、そのもの自体、偽造したわけではありません。中国人が香港で教室、また訓練する学校を経営しています。2日間ですね、それだけ訓練して、この資格証明書を渡します。その訓練を受けたっていう証明書をですね、偽造したと言います。被害者は、まあ、ここにですね、 これを持って、本校の部署に行って、証明書を申請しました。例えば、電気工事士ですね、5年間の勤務経験がないんですよ。なのに、ありますよ、という証明書を発行しました。これで、個人が経営できるようになったんですよ。という流れですね。これはですね、良くないですよ。私はですね、2週間前、3週間前でしょうか、 日本の、えー、免許証の問題について話をしました。これですね、やはり悪用されましたね。乱用されました。香港の社会ですね、どんどん下、えー、ってきたというふうに思います。そしてですね、普通はですね、下ったのはですね、葉っぱからこさていきます。枝からこさていきます。でも香港の場合は根っこからこさていくというふうに思います。香港の政府自体が むちゃくちゃです。だから社会もこれからむちゃくちゃになっていくんですよ。社会がむちゃくちゃとなる前ですね、こういう現象を起きていくんです。次です。4. 今年に入って、香港系、台湾系のフランチャイズの料理店の閉店が続いています。特に香港と台湾系のお菓子の店舗、ケーキ屋さん、パン屋さんですね。 前はすごい人気あったんですよ。今ですね、閉店すごい多いんです。当然、日本海苔屋さん、居酒屋さんのお店も閉店が続いています。ただし、スタッフはですね、今年ものすごい自信満々で発表しました。今年初めでした。中国での投資を拡大しますよ。都市部だけではなく、中小投資へ展開します。でも、 よくない情報出てきました。10月24日、スタバは今年の第3四半期の経営状況を公表しました。営業売上91億ドルでした。同期期3%減少です。中国地域の店舗14%も減少しました。また中国の店舗、平均1つの店舗の利用客の数ですね。 8%も減少しました。スタバですね。当時判断しました。中国はアメリカの次だと思って、事業を展開してきました。ただし、今が結果です。原因はですね、競争が激しいからです。スタバのライプロシが多いんですよ。例えば、ラッキンコーヒーが代表的です。ラッキンコーヒーですね。いっぱい このサイズは結構多いんですよ。大きいです。多いサイズです。L サイズですね。9.9g です。約213円です。こちらですね、クッティーコーヒーも同じですが、値段は同じです。213円で大きいサイズですね。飲めます。そしてですね、ラッキンコーヒーはですね、さらに値下げあって 6.99g です。7g です。約150円ですね。これも 大きいサイズです。ただし、スタバの場合はですね、やはりサービス重視、雰囲気重視、結構内装ですね、にお金をかけています。スマホの充電ですね、どこでもできると言えるでしょうか。コーヒーも高いんですよ。30元です。約600円ですね。高いんですよ。実はですね、まだあるんですよ、話が。これですね、 大きい声では言えませんが、まあ、これと拝みてほしいですね。スターバックスのコーヒーですね、結構リラックスできますので、まあ、中国ではですね、ちょっとルールですね、レベル低い方がどうしてもまあ多いんですね。そこでですね、あのー、コーヒーですね、頼んで楽しむ、えーまあ、将棋といいますが、これですね、そうなんですけれども、まあ、ゲームですね、楽しむ人もいるし、やはりですね、リラックスはできます。 でもですね、結構多い人ですね、あの、何も注文せずに座りっぱなしですね。一部の人がですね、自分でお茶持っていくんですよ。お茶持っていて、スタバのお湯ですね、貸してと言うんですよね。貸してもらって、自分のお茶飲むっていう人も結構いるんですよね。まあ、原因はですね、あの、スタバックスはですね、やはり、まあ、外資系の、えー、店舗ですので、なかなかですね、 あの出ていてほしいとかあの言えないんですよね。これが難しいんですよ。万が一ですね、何か発言したら、動画ですね、撮影されたら、我々は差別を受けたと言ったらで,ですね、これは大変なんですよね。実はですね、以前、そういう嘘な情報があったんですよ。中国のですね、あの掃除、街で掃除する方で,ですね、スだばに行って、お湯頂戴とだいと言ったんですね。それで店員さんは、あげませんと言ったんですよ。 ものすごいですね、ネットで話題となっていましたね。でも、それ後ですね、やはりあの動画は嘘だったというのがあります。例えばですね、中国のピッキーの紫金所、昔の皇帝ですね、住んでいた場所ですね、宮殿ですね。そこにもスターバックスのコーヒーですね、あったんですよ。でもですね、やはりあの、まあ、伝統ですね、ありますし、 まあ宮殿ですし、中国の愛好者ですね、ものすごい批判しました。これで撤退したんですよ、というのがあります。ただしですね、スターバックスはやはりどうしてここまでなのかと言いますと、中国の経済にも関係あると思います。お金がないんです。まあ、経済が良くないので、中国のホワイトカラー族もですね、まコスパを重視します。そして SNS の投稿も、 え、しなくなってきました。砂バのコーヒーは美味しいかもしれませんが、でも、ラッキンコーヒーも悪くないんです。やはり、値段ですね。3倍も5倍もいくんですよ。それはちょっと難しいんですね。で、味も5倍あるでしょうが、と言われてたら、ちょっと難しいんですね。なので、いいです。っていう、ホワイトカラトクが、まあ結構多いんですね。実はですね、ラッキンコーヒーもそうですし、ハケンダッツの えーっていうですね、お店も結構苦しんでるんですよ、中国では。やはりですね、デートするカップルが減ってきました。デートしてもですね、そこはもういいです。あの高いですから。というのがありますので、なのでですね、最近中国ではこういうアメリカ系ですね、と言いますとちょっと難しいですね。というのが私は感じております。次です5。オーストラリアの SBS テレビ局が報道しました。これからは社会問題となりますよと。多くの方は定年しました。でも、住宅ローンの返済で困っています。今年9月から急に増えてきました。これからも増えていくと予測します。9月ですね、住宅ローンがまだ残っていますという理由で定年退職をしないと選択する方が 去年同期費2倍です。まだ住宅ローンの平均ですね。残っている金額は19万オーストラドルです。の返済金額ですね。残っています。約1900万円です。投資部の方ですね。多いんです。950万ドルですね。の方もいます。つまり5000万ですね。約5000万の住宅ローンですね。残っているんですよ。でも投資を取ったんです。 これが社会問題であって、定年となったらですね、収入がどうしても減少します。でも、住宅ローンは残っていたら、生活が大変です。また、4分の3の方ですね、定年して、年金だけでは返済できません、と答えます。なので、55歳から65歳ですね、この間、半分、 以上の方ですね。やはり子供が独立しました。自分の不動産、売ると考えていますと言います。当時、年金で返済できると思って購入しました。この20年間、大阪市にですね、不動産を買う人はものすごい減りました。また、初めて不動産を購入する人の年齢ですね、平均は37歳です。住宅ローン。 あるいは住宅の設計寿命は平均で30年間です。この間定年します。でも住宅ローンだけ残っているとものすごい厳しいんです。ちなみにオしゃれでは定年の年齢については決められていません。ただし平均は67歳です。また部下もものすごい高くなってきました。でも給料はそんなには上がっていない。 いう原因の一つでもあります次です。6ドイツのメディアがですね、報道しました。ドイツにある R プラス s V という保険会社が、えー、調査の結果ですね、公表しました。2024年、ドイツ人が何を心配するでしょうか不安定ですね、について報道しました。1つはインフレ、物価高です。確かに政府から 補助金あるんですよ。収入も安定です。それでも、物価がですね、どんどん高くなっていくんですよ。ちょっと怖いんです。次は、2。移民の問題です。56%の方は、移民が多いので、社会の問題となります。不利構成、社会の保険、1、できなくなってしまいそうです。次は、3。住宅が高い。 家賃も高いんです。次は4。移民が多くて多元化の社会となってこれはいいんです。ただし価値観の違いでちょっと事件が多いんです。やはり治安がですねちょっと悪化してきました。次は5。政治が不安定です。愛国主義の先動する団体が増えてきました。自分らはいいんです。やはり 経験とかありますので、ただし、今の若い子ですね、まあ経験したことないので、どうでしょうかという不安はあります。次です。7、イギリスの検察庁は発表しました。中国人ですね、彼、彼女は天、天津、蘭天、電子、テクノロジーという会社の創業者、えー、センさん、生、先市民さんのことですね、と、千社長の秘書の資産、 全部押収しますよと発表しました。でもですね、押収はしますが、これから12.8万人中国人被害者に対して損害賠償を支払っていくルートを考えていきます。中国人被害者は、まあ、中国にいるんですが、イギリスの最高裁に提訴してもらいます。損害賠償金を受け取ることが可能ですよ。このルートを考えますね。というふうに発表しました。 これについて話をします。この女性ですね。1社長です。2014年、この会社を作りました。ビットコインですね。投資します。当時ですね、投資家に説明しました。年間の利回りは30%だと約束しました。これで多くの方ですね、投資しました。でも彼女は2017年8月、イギリスへ逃げたんですよ。当時ですね、 6万1000枚のビットコインを使用していました。現在ですね、30億イリスポインドの価値あるんですよ。先社長はイギリスで中国人を雇ってビットコインの売買をしました。ある意味、売却しました。でも、イギリスで不動産を投資しました。投資する金額ですね、結構多いんですよ。やはり、ものすごい高い物件買うんですね。 これでイギリス当局が気づいて調査しました。資金の由らについて全然説明できません。なので、有罪判決7年間です。今年10月21日、法廷で彼女は、社長は否認しました。資金の由らについて説明しました。認めました。被害者は中国にいます。と認めました。イギリスの裁判所としては、 中国の被害者にこの損害賠償金を支払うことを左右数にしますと考えています。というのが慣れですね。でもですね、イギリスの政府は本当に素晴らしいと思います。中国政府の場合はですね、この会社、いくら悪いことですね、してきても罰金と資産、募集して終わるんですよ。被害者には関係ないんです。絶対私しません。 でもですね、イギリスは違います。月です。8。中国では子供の売買ですね。この調性は、ァイン、死刑判決となったんですよ。これについて話をします。約30年前ですね、女の子を拉致しました。女の子とは、楊さんです。陽さんは4人家族です。陽さんはですね、5歳の時に、お姉ちゃんと、 お父さん、お母さん、家族4人で都市部へ移動しました。親はそこにいて出稼ぎ労働者です。姉妹2人は当時家にいたんですよ。ただしですね、ある日、自分は一人となって家にいたんですね。死ぬ人に拉致されました。ただし、その後、大人となっていくんですね。家族を探しますと決めたんですよ。お父さん、お母さん、 と、お姉さんの名前、覚えていますので。しかし、お姉さんですね、見つかりました。の話ではですね、妹さんがいなくなってしまって、お母さんは悲しくて、次の年ですね、亡くなりました。お父さんはその後、2年後に亡くなったんです。しかし、犯人ですね、ユ・ホ・ユンですね、2004年、子供の拉致、売買で逮捕されました。 役は8年間です。でもその後彼女は名前を変更して懲役は5年間だけで終わりました。それからずっと調査として時期できました。女の子ですね、お姉さんを見つけてこれで裁判やりましょうと提訴しました。それでユ・ハ・インですね、逮捕されました。2013年9月の判決では死刑です。原因はですね、調査して 11名の子供さんを拉致して売買したからです。でもですね、調査ではあったんですよ。それからですね、この犯人の個人財産募集しますとなって、被害者の要算に対して3万元、約60万円ですね、支払いますとなったんです。でも、余さんは提訴しました。2回目の判決ではですね、もう一度審査しましょうとなったんですよ。 もう一回審査して子供さんはですね、11名ではなく17名となったんです。拉致されました。それから売りましたとなって、2014年10月15日、死刑判決となったんです。まあ、同じですね、死刑判決ですが、これについてですね、社会では話題となっています。この判決ですね、結構早いんですよ。もっと具体的に しなければいけないというふうに我々は思います。原因を言いますと、もしですね、この犯人を処刑すれば、これからですね、証人はもういないんですよ。原因はですね、子供の売買というのは彼女だけではありません。これは一つの産業です。例えば、子供を拉致する。人もいるし、買い取る。人もいるし、盗む。 人もいるし、これは1つのチームです。次は子供の戸籍ですね、必要ですから、出産、証明書を作るチーム、手続きするチームもあるんですよ。次は子供を買う人ですね、探すチーム、例えば転売するチームっていうチームもあるんですね。なので、これはですね、完全に一つの産業です。つまり、犯人は犯人ですね、一人なんですけれども、 死となっても終わりませんここで説明しますが、中国では2000年前後までですね。だと私は思いますが、一人子施策があったんですね。男の方がやはりいいんですよ。特に農村部ですね。やはり男の子の方がですね、体力ありますから、後継ぎ、農業をしなければいけないっていう考えがあったんですね。そういう本がありますが、やはり まあ男性ですね。名前、えー、残しますから、名字ですね。やはり男の子が後継ぐっていうのがあります。まあ文化ですね。そしてですね、女の子がもし生まれました。えー、だってですね、やはり太りっ子、施策ですから難しいんですよ。女の子ですね。生まれました。ものすごい職ですね。大体、えー、捨てます。あるいは誰かにあげるんですよ。あるいは折れたら折ります。 やはり、そういう過程がですね、全部ではありませんか多かったんです。今回ですね、洋さんは被害者でした。彼女もいたんですよ、テレビで。やっぱりですね、あの、私はですね、ずっと不安でした。私はですね、自分は拉致されたかどうか、あるいはお父さん、お母さんに捨てられたかどうかですね、ずっと考えていました。自信はなかったんです。というふうに言いました。でもですね、今は結構、女の子にしても、 男の子にしても値段はそんなに変わりません。先週ですね、動画で話をしました。10月の20日の夜ですね、あの、あったんですよ。中国の高訴訟ですね。車が止まっていて、中では子供さんの売買ですね、あったんですよ。わずかですね、生まれて数日間ですね、赤ちゃんが売買していました。15万件の取引でした。 約300万円ですね。うち中華鉄数料は7.8万件です。約半分なんです。全然、えー、高いんですね。もしですね、女の子の場合は13万件なんですよ。つまり2万件ぐらい。約50万円ですね。1、えー、50万円ですね。しか変わっていません。原因はですね、女の子が今、有能金が高いんですよ。なので価値はあると,というのがあります。ただしですね、これからは難しいと思います。やはりですね、 中国では、まあ、考え方ですね、変わってきましたし、子供を作りませんという若い子ですね、ものすごい多いんですよ。あるいはですね、もう結婚しませんという子が多いんです。一人がいいんですよ。子供がいたら不動が重すぎるというのがありますので、ただしですね、問題もありますが、まあ子供ですね、売るのはダメです。拉致する方もダメですね。これは当たり前ですが、当然ですね、病院は 普通に、出産証明書のざんですね。証明書を出しますので、これもおかしい話ですが、でもですね、子供を購入する側でいるんですよね。家庭であるんですよ。どういうふうになるんでしょうかね。これについて、誰も触れません,ん。おかしいですね。子供を買うのはいいんですが、という話ですね。あるいはですね、子供を買って、自分の子供と同じように、まあ、育てます。これは、まあ、いいかもしれませんが、 でもですね、この間、動画でも話をしましたが、シンガポール、特にマレーシアですね、多いんですよ。中国人のですね、まあ、団体、古事機と言いますが、街で結構お金ちょうだいちょうだい、お店に入ってちょうだいちょうだいっていう人が多いんですね。パッと見たら顔ですね、むちゃくちゃです。指はないし、指紋認証もできないし、そもそも顔識別もできませんし、でもパスポートは 持ってるんですよ。前の写真ですね。中国、中国のパスポートですし、本物かどうか、本人かどうか分かりませんし、っていう団体もあるんですよね。なのでですね、まとめてみたら、どうでしょうかと私は思いますね。まあ、怖いですね。そしてですね、また中国の経済について、また話をしたいと思います。この動画は、こ,こまでと思います。最後、にのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。